どうも、なめこです。愛媛を観光中のうぷ主。東洋のマチュピチュに行ってみるぜ。どんなのか楽しみだぜ。それでは、ゆっくりしていってね。うぷ主はただいま、愛媛県のマイントピア別市に来ています。前回一通り見学し終え、これからツアーバスでどうなる、東洋のマチュピチュを見学してきます。東に平と書いてどうなるか。でもマチュピチュって言い過ぎじゃね？誇張しすぎで、実際に行ったらしょぼかったってオチじゃないのか？まあそこんとこはここの受け取り方次第ですね。まずは位置関係を見ていきましょう。海から直線距離で10キロに位置し、新居浜インターから車で10分でマイントピア別市。そこから車やバスで30分ほどで、東鳴地区です。なおツアーバスを利用せず、マイカーでも東鳴地区には行けますが、ご覧のように狭い山道を延々と走るので、安心安全。ガイド付きで色々と教えてくれるバスツアーがおすすめです。ツアーバスは1日2回、お値段は1300円。マイントピアの鉱山観光のセットで、1900円となります。ツアーは要予約とのことで、早めに予約しておきましょう。では東鳴について解説していきましょう。標高750メートルの山中にある東鳴は、1916年から1930年まで、別紙銅山最高本部が置かれていました。このような山中にかつて多くの人が紅葉に従事し、その家族ともども生活、社宅、小中学校、商店、劇場が建てられるなど、昭和43年に休止するまで、町として大変な賑わいを見せていたとか、閉山に伴い火災防止のため家屋は撤去され、基礎部分や石垣のみが一部残っています。長崎県の軍艦島に似てるな。あちらは炭鉱ですが、僻地に町がかつてあった点で同じですね。なお東洋のマチュピチュと連呼していますが、この表現を言い出したのは、昔取材した新聞社で、東洋のマチュピチュかなぁと記事にしたのが始まりだそうな。その一文をキャッチフレーズとして使わせてもらっているとか。また本家マチュピチュ公認だそうで、マチュピチュのあるペルーの駐日大使も、ここ東鳴を観光済みだとか。本家公認かよ。なら堂々と東洋のマチュピチュを名乗れるな。ってことでバスで揺られること30分で到着です。こちらが上から見下ろしたところ。手前が掘った鉱石を一時保管する東鳴貯鉱庫跡。奥が鉱石や生活物資を運ぶ東鳴索道停車場跡。こちらは下まで降りて見上げてみたところ。こちらは水木奈々様の30番目のシングル、禁断のレジスタンスの PV のロケ地。目の前の幅1メートル、高さ9メートルの場所で、命綱なしで踊ったそうな。さすが奈々様だぜ。
ここからギリギリ海も見えました。こちらはすぐ近くにある東鳴歴史資料館。当時の建物を模型で再現してあったり、写真が数多く展示してあります。入館料は驚きの無料。なんて素晴らしい。で、どの辺がマチュピチュなんだ？マチュピチュ要素あんまないじゃないか。ガイドさんもよく言われると言ってました。まあこれに関しては、かつて山の中に栄えた町があった。建物の形や色がなんとなく似ている。といったところでしょうか。でも時間帯や天候次第で本物っぽい雰囲気は出せると思います。さてさて満足したので帰りましょう。結構面白かったよな。ですね。お客もどんどん入ってきてましたし、駐車場も結構埋まってたし、人気のようですね。別紙銅山について楽しく学べる、素晴らしい施設でした。時刻も13時を回りました。お腹も空いたし、どこかで食べようぜ。今回は丸文庫松本店で昼食をいただきます。ほうほう。愛媛県内で複数の店舗を展開する丸文グループの本店で、創業はなんと大正12年、駅前食堂から始まり、ここまで大きくなったとのこと。安心と信頼の実績があるぜ。注文したのは、愛媛最上ナポリタン。最上の B 級グルメとして、鉄板の上に薄焼き卵を乗せ、その上にナポリタンを盛り付ける、最上鉄板ナポリタンが有名だそうで、ここ丸文さんのは愛媛みかんジュースを加えた特製ソースで味付けしてるそうな。お味の方はみかんジュース感は一切ありませんでしたが、ソースが濃厚で美味しかったです。なおナポリタンを鉄板皿で提供するスタイルは全国にいくつかありますが、ここ最上にはおっとりした人が多く、ゆっくりと食事と会話を楽しむのに、いつまでも冷めない鉄板皿が適していたことから、ご当地グルメとして定着していったと言われています。また最上鉄板ナポリタンは、鉄板皿で提供すること、卵を具材とすること、の二つを定義として定められているそうな。卵を具材、ってのがわかりにくいけど、最初に鉄板の上に溶き卵を流し込み、薄い卵焼きの層を作ってるんだぜ。食べ終わった後に残る、鉄板にこびりついたカリカリの卵焼きを、残ったソースと絡めると、最後まで美味しいんですよね。ごちそうさまでした。お値段はガーリックバケットとサラダがついて、1436円でした。さてさて愛媛旅行最後の観光地、鉄道歴史パークイン西条に向かいます。西条ではなく、西条か。なかなかなうい名前だな。四国鉄道文化館、蘇合新寺記念館、観光交流センターからなる複合施設で、四国の鉄道を学び、遊んで、楽しめる、本格的な鉄道博物館だそうな。うぷ主大喜びのスポットだな。て、でっかい新幹線が外に展示してあるぞ。こちらはフリーゲージトレイン。新幹線と在来線の異なる線路を直通運転できる電車です。この車両は第二次試験車とのことで、6年間の試験走行の後、こちらにやってきたそうな。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。